自動車道は、三重県津市の伊勢関インターチェンジ、関ジャンクションから松阪市などを経由し、同県伊勢市の伊勢 IC へ至る高速道路である。通称は、伊勢道。法令上の正式な路線名は、近畿自動車道伊勢線であり、伊勢自動車道は、その一部である。高速道路ナンバリングによる路線番号は、東名阪自動車道と共に E23 が割り振られている。 三重県中部と伊勢島間の亀山、津、松阪、伊勢の各市用都市を結ぶ三重の大道脈で、聖和田ジャンクションで、帰省自動車道に、伊勢 IC で、伊勢二見とバラインにそれぞれ接続する。1975年10月22日に、最初の共用を開始し、1993年3月29日に、全線開通した。 2010年6月28日から2011年6月19日までの間、ツインターチェンジ以南の区間において、高速道路無料化社会実験を行っていた。前線を通じて勾配が小さく、カーブが少ない線形となっており、伊勢平野の部分を通行する、伊勢関インターチェンジ松阪インターチェンジ間、聖和田木インターチェンジ伊勢西 IC 間の両区間は、ほぼ平坦な区間が続いている。 ただし、山間部を通る松坂インターチェンジ製は滝、インターチェンジ間のみ、勾配、カーブともにややきつくなっており、全3箇所あるトンネルのうち2箇所はこの区間にある。また、伊勢西 IC 伊勢 IC 間は、完成2車線で、最高速度は時速 60km に規制されている。通常時は、事故等がなければ渋滞が発生することは稀であるが、 正月などの観光シーズンには、伊勢神宮への参拝客などにより渋滞が発生するため、伊勢地域観光交通対策協議会を設けて、パークバスライドを実施し、渋滞の緩和を図っている。他の区間では東名阪自動車道のボリ線の渋滞末尾がツインターチェンジ付近まで達することがある。1975年10月の開通当初から約30年間は、 東名阪道と伊勢道は直結しておらず、東名阪道の亀山インターチェンジを通行後は、無料の名阪国道を経由して、伊勢道の関税 GT から入るようになっていた。また、この当時は、東名阪道には鈴鹿本線料金所、伊勢道には関本線料金所の計2カ所の本線料金所が設けられていたが、この両料金所通過を原因とする渋滞が多く、 発生していた。この渋滞を解消すると同時に、東名阪道と伊勢道等投資料金で通行できるようにするため、東名阪道、伊勢道を直結する亀山直結線が計画され、2005年3月13日に開通した。亀山直結線の開通と同時に、鈴鹿本線料金所は廃止となり、亀山インターチェンジには新たな料金所が設置された。 また、東名阪道との接続部に、伊勢関、インターチェンジが増設され、旧、関本線料金所は一部が、伊勢関インターチェンジの料金所へと転用された。正月やゴールデンウィークにおいて、伊勢神宮に向かう参拝客による、伊勢自動車道本線や、伊勢神宮周辺道路での渋滞対策のため、伊勢地域観光交通対策協議会を中心に、伊勢市、三重県警、 ネクスコ中日本等の協力のもとに、パークバスライドを実施している。これは、県営サンアリーナに臨時駐車場を設け、無料シャトルバスで、伊勢神宮内空もしくは下空へ送迎するものである。伊勢自動車道においては、伊勢西 IC、伊勢 IC の出口規制が行われ、参拝客は、伊勢 IC から接続する伊勢二見原院のサンアリーナ IC まで走行し、そこで、 バスに乗り換えるよう誘導している。伊勢自動車道に含まれる現在の路線名、道路名は下記のようになる。上記の通り、ほとんどが4車線で整備されていて、伊勢関インターチェンジ松阪インターチェンジは最高速度が時速 100km のところがある一方、伊勢西 IC から伊勢 IC は2車線で最高速度が時速 60km である。 また、伊勢西 IC 伊勢 IC 館は、完成に車線のため拡幅も行われない。売店は、あのサービスエリアと嬉野パーキングエリアに、設置されている。ガソリンスタンドレストランは、あのサービスエリアにのみ設置されており、同 SA は、伊勢、大瀬方面への最終給油所でもある。あのサービスエリアのボウリ線のガソリンスタンド以外は、24時間、営業を行っていない。 また、ネクスコ中日本と伊勢道沿線の企業であるおやつカンパニートが協力して商品化した伊勢エビ味のベビースターラーメンが伊勢自動車道限定としてあのサービスエリア嬉しの PA で販売されている。伊勢自動車道限定と商品に記載があるが接続する規制自動車道の奥伊勢パーキングエリアでも販売されている。中、の長さがであるのは 不明を示す。トンネルの数ハイウェイラジオ一種嬉しの局とせいは、滝局は2013年に、新設24時間交通量道路交通センサスより一部データを抜粋して、作成2002年度区間別平日平均交通量。ありがとうございます。